皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日は、はい、先日やった本当にあった怖い話の中で、はい、悪魔の箱っていうありましたね、お話があって、ありました。僕らマジであっち方面の知識ないので、うん、全く手に負えないですよね。本編でもね言ってたんですけど、はい、うん、会社道さんに話を聞いてみてはどうかという、そう悪魔研究家の、はい、それこそ X で投げかけたらね、コメントもらってましたよ ね、お二人もね。ちょっとね、詳しくちょっと話聞かせてくださいっていうことを言ったら、はい、うんうん、心よくね、ね、引き受けてくれて、はい、ちょっとこれはね、うん、なかなか面白いもんが聞けるんじゃないかっていうことで、はい、うん、そうなんですよ。で、会社さんに出ていただく前に、うん、前の話多分忘れちゃってる人もいると思うんで、そうですね、うん、一回おさらいとして、うん、今回初めて聞く人もいるかもしれないですね。ね、うんうん、なので、どんな話だったかなっていうのを、そう、朗読をね一回ここで流そうと思いますので、はい、朗読の後に会社長さんに来ていただいて、解説、はい、考察していただくという形にしようかなと、はい、わ、楽しみだ、楽しみですね。なかなか蔵の中で教会が見つかるなんていう珍しい話だったので、そう、はい、じゃあぜひもう聞いてもらいましょう。はい、はいはい、どうぞどうぞ。悪魔の箱。この話は前の会社に勤めていた時に知り合った岡本さんという男性が大学生の時に体験した話です。岡本さんのご実家がよく話で聞くような山持ち、蔵持ちのお金持ちの家だったそうです。じゃあ岡本さんってお坊ちゃまだったんですか?と質問したところ、現在ご実家の方は岡本さんのお父さんのお兄さんが家を継いでいて、岡本さんの家は普通だったそうです。ただ、お正月にはかなりのお年玉をもらえたそうですけど、岡本さんが大学生の時に、ご実家にある蔵を老朽化を理由に解体することになったそうです。家の方は、この話が出る数年前に、老朽化とシロアリがひどかったらしく建て替えをしたそうで、その時に蔵の解体の話も出たそうですが、おじい様とおばあ様が蔵をとても大事にしていたみたいで、鍵の管理や中の整理、掃除とかも定期的にやっていて、先祖から受け継いだものを残したいとのことで頑なに反対されて、蔵の解体はその時流れたそうです。その後、おばあ様が病気で亡くなりになって、その数年後におじい様も心筋梗塞か脳梗塞で急死されたみたいです。おじい様が亡くなった後、蔵をどうするって話が出たみたいですが、おじい様が大切にしていた蔵なので、最初は残すことになったそうですが、そんな話をしていた直後に阪神淡路の地震が来て、その惨状をニュースで見てたら、やっぱり怖いから解体しようって話になり、おじい様の何回忌をめどに解体することになったそうです。解体するにあたって、蔵の中にどれぐらい物が入っているのかを軽く確認したそうです。というのも、蔵の管理をおじい様が厳重にしていたために、ほとんど入ったことがなくて、入り口付近は、押し入れ代わりに使っていたみたいなのですが、1階の奥側は少し入ったことがあるくらい、2階部分に関しては一度も入らせてもらえなかったとのことです。そして軽く見て回った感じでかなり物があることがわかり、おじさん家族だけではかなり大変な作業になりそうとのことで、弟の岡本さんのお父さんのところに片付けを手伝ってほしいとの話が来たみたいです。お父さんとおじさんとは兄弟仲はとても良かったらしく、それ以上に入ったことのない蔵の中に興味もあり、お兄さんの方からも、いいもの出たら山分けしようって話になり、お盆休みも近かったので、お盆休みの時に夫婦で手伝いに行くことになりました。岡本さんにも話が来たそうですが、
お盆中はバイトが忙しく、友達との用事もあったので断りました。そしてお盆休みに入り、ご両親は手伝いに出かけ、しばらくの間一人の家を満喫しました。お盆休みも終わりになりそうな時にご両親が帰ってきて、片付け終わったの？と声をかけた時、お父さんから奇妙な話を聞きました。それが蔵を片付けた時に教会が出てきたとの話でした。教会？何それ？と聞いたところ、詳しい話を聞けました。ご実家に着いて次の日から早速片付けを開始しました。一階入り口付近の物置に使っている部屋は女性とお兄さんの家族が片付け、お父さんとお兄さんの二人で2階部分の物の確認と片付けをして、終わり次第1階の奥から片付けることになりました。2人で2階に上がり、物の片付け確認をしていたところ、2階の角のあたりに比較的新しい大きい段ボールが縦に数個積まれている箇所があったので、中身を確認したところ、全部空箱だったのですが、その段ボールの裏から扉が出てきました。鍵がかかっていたので、蔵の鍵がついている鍵の束から鍵を見つけて開けてみたところ、階段がありました。その階段を上がっていくと、どうやら天井の低い部屋、屋根裏部屋になっているそうで、懐中電灯で周りを照らしたところ、すぐに教会らしいものが発見できたとのことでした。さらに詳しく教会について聞いたところ、十字架は決して大きいものではないそうですが、台座も含めると女性の背丈ぐらいの大きさで、十字架の手前にはテーブルがあり、その上にろうそく立てがあり、椅子も二つ置いてありました。さらに十字架の後ろにはステンドグラスがありました。何それって岡本さんが驚いていると、お父さんが、実は見つかったのはそれだけじゃないんだと言ってきました。それが十字架の手前のテーブルの上に不気味な箱があったそうで、箱の大きさは大きめの重箱ぐらいのサイズで、その箱を十字架のネックレスでぐるぐるに巻かれていたみたいです。それを見たお二人はとてもまがまがしいもの、気持ち悪いものに見えたそうで、触らずに放置して1階に降りて皆に伝えました。とりあえずこの屋根裏部屋は後回しにして片付けをして、お盆中にはあらかた片付いたとのことでした。その話をした直後に岡本さんに対してお父さんが、お前そういうオカルトみたいなことに詳しいよなと聞いてきました。岡本さん的には詳しいというよりも好き程度なんだよなぁと思いつつ、なんで？と聞き返したら、次のようなことを聞いてきたそうです。一つは神棚や神社とかを壊すときにお祓いをするんだけど、これはお祓いをした方がいいのか、どこに頼めばいいのか。二つ目はテーブルにあった箱の処分方法でした。岡本さん的には教会の方は個人が作ったちゃんとした教会じゃないので、壊しても問題ないんじゃないのか。あと箱の方はやっぱりお祓いはした方がいいけど、神社やお寺に持って行っても宗教が違うから断られる可能性高いから、どのみち蔵の教会の件も含めて教会の人に来てもらった方がいいのではないかとお父さんに伝えました。お父さんの方もそういうもんなのかみたいな感じで聞いていて、その後電話でお兄さんの方にも伝えました。お兄さんも早速近くの教会の方に連絡してみたのですが、なかなか話を受けてくれるところが見つからず、いろいろなつてをたどって
ようやくしぶしぶみたいな感じで見に来てくれるという教会の関係者を見つけたそうです。その方と日取りを決めた後にお父さんの方に連絡が来て、一緒に立ち会ってもらいたいとの話だったので、またご実家に行くことになり、岡本さんも教会と箱が気になっていたので一緒についていくことになりました。そして行く日になり、ご実家に到着して早速蔵の教会を見せてもらったそうです。岡本さんの話では、確かに教会だったねとのこと。もっと詳しく聞いてみると、十字架や台座もしっかり装飾されていて、ステンドグラスも雨戸で塞がれているので外からはわからなくなっているのですが、ステンドグラスを開けて雨戸を開けるとより教会のような雰囲気になったそうです。あと肝心の箱の方は一目見てやばいものって分かったそうで、最初重箱と聞いていたのですが、実際は重箱くらいの大きさの西洋風のアンティークの箱、もっと分かりやすいものだと重箱サイズのオルゴールみたいな感じだったそうです。お父さんの話の通り、その箱に十字架のネックレスがぐるぐるに巻かれていて、岡本さんは霊感はないそうなのですが、不気味というか、まがまがしい感じがしたそうです。その後、しばらく屋根裏部屋を探索していると、教会の方が見えました。高沢さんと名乗る50代前半ぐらいの神父さんとのことでしたが、神父の格好ではなくて普段着で来たそうで、最初見た時は神父さんとは気づきませんでした。早速蔵の方に案内しつつ、発見した経緯を説明しながら屋根裏に登っていきました。屋根裏について高沢さんも最初、おお、これはすごいですねとちょっと感動した感じで見ていたそうです。そしてすぐに、これが電話でお話ししてた箱ですねと聞いてきました。しばらく箱を観察しながら、箱を開けましたかとか、箱について聞いていませんかとか質問をされました。そしてとりあえず中身を確認してみましょうという話になりました。そしてまず箱に触る前に、カバンから聖書を取り出して、呪文というのか、聖書の一文を唱えてお祈りを捧げてから、箱に触れて十字架のネックレスを外し、蓋を開けたそうです。そして、中身を見たすべての人が、うわ、とか、何ですかこれ、とか、気味の悪いものを見た時のびっくりした反応をしました。箱の中身は、虫の足、それも、曲がっていたみたいですが、大きさは30センチか50センチの大型というか、超大型サイズの足でした。今思うと、きっと何かの動物のミイラの一部か、虫の足に加工をした造形物じゃないのかなと言っていましたが、その時見た人は全員虫の足だと思ったそうです。しばらく皆呆然と眺めていましたが、高沢神父さんが、これは自分の方では、みたいなことを言いながら、蓋を閉めて十字架のネックレスを巻き、ちょっと自分の方ではどうしていいのかわからないので、またわかり次第連絡します、と言い、慌てて帰っていきました。そんなことがあったので、蔵の解体の話は一時中断されて連絡を待っていたところ、一ヶ月した頃に高沢さんの方から連絡があり、また伺いたいとのことでした。この後の話はお兄さんの方から後日聞いた話です。しばらくして約束の日にちゃんと神父の清掃をされた高沢さんが訪ねてきたそうなのですが、今回は高沢さん以外に運転手の方と3人の外国の神父の方も同行していたそうです。高沢さんの方から3人の神父の紹介を受けて、
蔵の方に案内をしたそうです。屋根裏部屋に入ってから3人で外国語で話した後に、高沢さんの方が3人に説明をしていたそうです。お兄さんの話では、3人の神父さんのうち1人の方が高沢さんの話を通訳して他の2人に話していたそうです。説明を受けた後、またしばらく3人で会話していたそうです。そして例の箱をまた開けることになり、前回同様にお祈りを捧げてから開けたそうです。最初見た3人は非常にびっくりして、お祈りを捧げる人や興味深く見る人、箱を見たりとしていました。そして箱を観察してた一人が、蓋の裏に何か書かれているのを見つけて、また3人で相談をしたそうです。お兄さんもその文字を見せてもらったそうですが、英語ではなくて何語かわからなかったみたいです。しばらく相談した後に、箱の蓋を閉じて十字架のネックレスを巻き直した時に、3人の神父さんがお兄さんに話しかけてきました。この蔵はいつ頃からあるのか、お父さんはこのことを知っていたのか、先祖の方は何の仕事をしていたのか、とかいろいろ聞かれたそうで、わかる範囲で通訳を通して説明したみたいです。その後、通訳をしていた神父さんから、まず箱の方ですが、あまり良くないものなので、私たちの方で処分するので、持って行っても大丈夫ですか？と。あと、この場所は壊しても大丈夫ですが、十字架は貴重なものなので、もし壊してしまうなら、運搬の費用は自分たちの方で出すので寄付してもらえないだろうか、と聞かれたので二つとも了承したそうです。その後お祓いみたいな儀式をして箱を持って帰ったそうです。蔵もその後無事に解体して、今は特に何か起きてはいません。話は一応以上なんですが、少し後日談みたいなものも岡本さんから聞かせてもらいました。蔵の解体も進み、屋根裏部屋にあった十字架を持って行ってもらうために高沢さんにお兄さんが連絡をした時の話です。お兄さんが、あの箱は一体何だったんですかね、と高沢さんに尋ねたところ、高沢さんも、自分にもその後何も連絡がないのでわからないですね、とのことでした。ただ3人の神父さんの会話、高沢さんの方もほとんど内容がわからなかったそうですが、その中でサタンとかルシファーとかの悪魔の名前が出てきたそうで、その中にベルゼバブというハエの悪魔の名前が何回か出てきたのは分かったみたいです。もしかしたらあの箱の中身はハエの悪魔の足だったんですかね、と言っていたそうです。はい、ということでね、聞いていただきましたけど、はい、不思議な話、何なんだろうっていう謎が深まるというかね、うん、まあ、まあ全く無知なので、もう早速先生をお呼びしようかな、呼びましょう呼びましょう僕らの話は前喋りましたからね、喋りました、無知の意見は無知の意見は思いましたんで、専門家をお呼びしたいと思います。はい、はい、悪魔研究家の海シャドウさんです、どうぞ。どうもお久しぶりです。悪魔研究家海シャドウでございます。ちょっとね、出にくい、先生とか言われて確かにぶち上げられてますもんね、ハードルもうハードルが高くなりすぎて、もうどうしていいか分かんないですよね僕があの、はい、あのオフィシャルで X でポストするときに、はい、
メンションさせてもらって、はい、会社のさんを巻き込んじゃいましたね。巻き込んで、はい、いやあの日、はい、実はですねちょっとバタバタしておりまして、はい、実はというのもですね、うん、翌日にあのケイスケさんも出演された、はい、あの島田秀平さんのお階段巡りの収録日だったんですよ。おーすごい。ですのでちょっとね話をまとめるというかねここはちょっと削ろうかなみたいな作業をやっていたらやたらね、うん、この X の方が騒がしいんですよね。でそれでなんだろうと思って見たら、うん、え、おからじさん、え、なんだろうと思ったら悪魔の箱、うん、え、なんどういうことと思ってそれを木村さんの朗読部分だけを聞いたんですよ、はいはいはい、で一回も流し聞きでこっちはちょっとバタバタしてたんで流し聞きをして、うん、あ、大体そういうことだろうなって思った思いつきをトモさんと木村さんにこう送ったんですよ。いただきました、いただきました、ありがとうございます、はい、でその後ですよ、お階段巡りの収録が終わって、うん、じゃあおからじさんをちょっとじっくり聞いてみようかと思って聞いたんですよね、はい、いやこれはちょっとそんなに単純なものでもないなと言って聞けば聞くほどドツボにはまりまして、もういろいろとちょっとね改めて調べたこともありますね。へえ、そうなんですね、はい、まさかそんな話になるとはっていう、これはちょっとあの悪魔学から一歩二歩三歩ぐらい出なければいけないところもありました。なるほど。なのでそうですね、ですので本日のお話は、はい、この悪魔の箱、うん、これ全解明には至りませんので、私のあくまでも考察、もしくはですねもう妄想と聞いていただければエンタメとして楽しんでいただけるので、もうぜひ聞かせていただきたいです、はい、マジでマジで僕ら3人だと本当に無知がただ喋ってるだけ、とんでもないですね、もう3人でもうお話もすごく聞かせていただいたんですけども、近所付き合いがとか言ってなんかこういうその倉庫の中にこうお手製の教会がみたいな、そういう話って会社さんは聞いたことありました？全くありません。そうなんだ、全く初めてです。へー、もうそこからもう流し聞きしてたんで、もうそこすっ飛ばしちゃってたんですよ、ね、おだからその中であの儀式をしてたんだなと、まあだからそういう儀式を多分してたと思いますよって投げかけはしたんですけど、まずそこからですよね、うん、でおそらくその建物が立派っていうことはステンドグラスとかがあったということなので、うんうん、おそらくカトリックだと思うんですよね、はいはいはい、でちょっと考えたのがその地主さん、あの投稿者 の, あのおじおじでしたっけ、はい、おじさんが地主さんで、うん、はい、その地主さんが代々ついでいるのか、もしくはそこは土地売買として購入したのかってまず思ったんですよ、うんうん、で例えば土地売買をする場合、あの建物、あの家と蔵がある、でもしもともとは蔵がなくて教会が建っていたと、その不気味なね、うんうん、ただこれはもう残しておくからそちらで処分してくれという契約で売買を進めて、うん、買ったのはいいけどちょっとこの教会壊すのは不気味だなって思って、うん、そこを蔵にした、うん、なるほど、と思ったんですけども、うん、ただそんな不気味な建物が建ったところを買いますかっていう話なんですよね。確かに、うん、僕だったら嫌ですね、買わないっすよね。うん、だからこの線はちょっとないなと思って、はい、そうするとやっぱり代々その家が受け継いできたものだろうと、そしてある段階で教会を蔵にして覆いかぶさったんじゃないかなというのが、教会先ですか？教会が先だと思います。へー、後から作ったのではなく教会に蔵をかぶせたんだと思います。へー、なるほど、うん、ですのでどれぐらいの年代が経ってるのか分かんないですけども、うん、あのトモさんも考察でおっしゃっていたと思うんですけども、あ、いわゆる隠れキリシタンみたいな、はいはいはい、隠れキリシタンっていうのはもうプロテスタントではなくカトリックになるんで、はい、例えばですねカトリックの場合っていうのはいわゆるものっていうのをね割と大切にするんですよ。例えばマリア像とか、うん、はい、あのキリストがかかった十字架、うん、プロテスタントと
カトリックの大きな違いっていうのは十字架でこう判別ができて、はい、あのキリストが十字架にかかっている、これがカトリックなんですよね、はいはいはい、でかかってないいわゆる十字だけ、それがプロテスタントなんですよ、はい、そういう違いがあるんだ。そうなんですよね。プロテスタントの解釈としては、あのキリストは十字架にかかって墓に葬られて3日後に復活したので十字架の上にはいないっていう解釈なんですよ。なのでキリストはそこにはいない、だからプロテスタントの十字架は、うん、キリストはいないと、うん、だからおそらくそのステンドグラスとか立派な建物を建ててるということは確実にカトリックだと思うんですよね、うん、でそれがもしプロテスタントだったらそんな立派な建物は建てないと思います。へえ、それは何なんですか。はい、プロテスタントっていうのはそんなに場所とか物っていうものに強いこのなんていうんですか、こだわりがないみたいな、こだわりがないんですよね。だから今未だにこの現代もですね、まあ、教会、まあ、チャーチという建物ではなくて、うん、毎週あのどっかの会議室をレンタルスペースとか借りて礼拝してる教会もあります。へえ、もうそもそも聖書でいう教会っていうのは建物のことじゃなくて人々の集まりなんですよ。ああ、なるほど。で新約聖書にあのローマ人への手紙っていう書が あるんですけども、うん、そこでローマ教会っていうのが出てくるんですけども、そのローマ教会っていうのはローマ教会っていうどでかい教会があるわけじゃなくて、いわゆる、まあ、自宅で礼拝してる家庭集会のようなようなものの集合体のことを指してるんですよね。ですのでプロテスタントだとそういう建物はもう壊してるんじゃないかなと思いましたので、だからじゃあその信仰心があって人が集まればもうそこが教会みたいな、おっしゃる通りです。その青空でも何でもっていうところ、そうまさにそれキリストの言葉ですよ、ね、今トモさんが言ったの、え人々が集まれば私はそこにいるってキリストは言ってます。3日後復活します。はなので、ただ、はい、それはそうなんですけど、はい、隠れキリシタンはいいんですけど、はい、問題はその中ですよね、うん、その謎の箱、うん、そして中から出てきた不気味なもの、うん、まあ、ここはもうキリスト教会が行うものではありませんね。うんこれに関しては、うん、黒魔術的な感じなので、またちょっと悪魔学からは外れ、ちょっと黒魔術学の方にちょっと今日はそこにも触れていきたいなと思っております。結構その悪魔学と黒魔術学って俺の中では結構イコールだと思ってたんですけど、まさにイコールの部分もある、重なる部分もあるんですけども、いやイコールだったっていうね、違う部分もあるんです。なるほど。へキリスト教と黒魔術の距離が結構近いと思ってました、うんうんうん、まあ、もちろんあの近い黒魔術っていうのはあのキリスト教と近い面もあるんですけども、うん、黒魔術の中にいわゆる一般の魔術も入っちゃってるんですよね。いわゆる孤独とか知ってます？はいはいはい、孤独とか、あの、うん、牛の国参りとかも、うん、一応この部類に入っちゃってるんですよ。ですのでちょっとやっぱり黒魔術学の方にもう飛んじゃうかもしれないですね。これをこうするに、それほどここ今回のはかなり手強いです。へはい、一筋縄ではいかない感じですね。一筋縄では全然いきません。なるほど。はい。まあ教会の中にたまたまその箱があったけど、はい、そのキリスト教とは全く違う方向から。たまたまそこに箱があった可能性もあるっていうことですよね、はい、いやおそらく、はい、この教会は教会でちゃんと教会としての働きをやってたと思うんですね。普通にミサをやったり、はいはい、ちゃんとそこに、まあ、隠れキリシタンでこのどういう状況だったか分かりませんけど、ちゃんとあの神を祝するミサで、まあ、カトリックなんでミサって言いますけど、はい、やってたと思うんですけど、おそらくその誰もいなくなった時に誰かがそこを見つけてそういう悪い儀式に使ったんじゃないか、この教会、あここに教会があるぞと、もしくは誰かが聞きつけてそういう悪い人、うん、悪いやつらがそれを教会で黒魔術の儀式をやろうとやっと思ったんじゃないかな
まあ蔵っぽく見えるし、一見な隠れ家みたいな感じもできるぞっていうのは、うん、そうですね、割と、うん、そのここ日本ではないですけど海外の黒魔術集団っていうのがそういうことをやったりするんですよ。教会を乗っ取って悪魔教会にしたりっていうのが、うん、これはもう歴史的な、まあ、だいぶ昔からヨーロッパとかでもありますし、うん、乗っ取りですね教会の、そういうこともやっていたんで、まあ、それがあったのかっていうのは正直分かりませんけども、うん、あ、そこで、はい、あの黒魔術を行うために教会をに風に仕立てたっていうよりは、もともとそこに教会があったところに、はいはい、そのなんか儀式の不気味な箱をまあなんか呪術のために置いたみたいな感じってことですよね、はい、の方が、うん、可能性が高いかなと思いますね、なるほど、これに関しては。なんかそのおじいちゃんもその状態の教会を蔵にしたのか、そう蔵として隠してからそれをやったのかも分かんないですよね。それがね、分かんないですよね。だから非常に難しかったです。だからその亡くなったおじい様はこれを代々継承してその存在を知っていて隠していたのかとかね、非常にだから難しいではありますね。ですのでこの教会という場所を使って、まあ、悪魔的な儀式を行っていた、はい、可能性っていうのが一番高い。で僕が最初にトモさんと木村さんに送ったのは、はい、本当にもう本当にあのただ単にここで、あ、悪魔払いの儀式が行われていたんだなと思ったんですよ、うんうん、というのはその箱の中身とかをそういうのも流し聞きしてたんで、はい、あのネックレスっていうのがぐるぐる巻きに巻きつけられたって言ったじゃないですか、それが聖ベネディクトのメダイじゃないかなと思ったんですよね、はいはい、でこの聖ベネディクトのメダイって何かというと悪魔払いの儀式に使用する道具なんですよね、うん、一つのメダイとあと聖水聖書あと神父がよく首に巻いてるストール紫っぽいストール、うん、そういうものが周りにあったんだったら、うん、あ悪魔払いの儀式やったんだなって思ったと思うんですけども、うん、ただこれでは絶対ないなって改めて思ったので、うん、うん、ちょっと反省しました。送って、あ、ちょっとやっちまったなって調べましたもん、うん、その聖ベネディクトのメダイって聞いたことなかったんで、うん、はい、なんだろうと思って、ね、そしたらなんかそういうなんか十字架をモチーフにした、うん、なんていうんですか、まあ、ネックレスかなんかそういうロザリオ、うん、みたいなもので。そうそう、まあ、こういうのがあるんだなと思って、あのバチカンのエクソシストっていう映画で、うんうんうん、今アマプラで配信無料配信始まったのかな、うんうん、あれで最初にラッセル・クロウが悪魔に疲れた少年にメダイをこう突きつけるんですよね、うん、でそれでこいつは本当に悪魔に取り憑かれてるのかそれともあのまた精神的なものなのかっていう、うん、こう判断するシーンがあるんですけども、まさにそれなんですよね、うんうん、だそれの線はもう完全に消えました。悪魔払いの儀式では絶対にないですね、うんうんうん、なるほど、はい、うーん、ですのでこれに関しては私の考察になりますが、はい、黒魔術の儀式が行われていた可能性が高いんじゃないかなと思います。なんかバッなんか昆虫の足が足、はい、うん、しかもなんかでかい足みたいなね、そうなんですよね、入ってたみたいな、はい、そこがね、はい、非常に難しい。で一応黒魔術をちょっとさらっと言いますけども、はい、で黒魔術って一言に言っても実は3種類ありまして、うんうん、でこれまず一つ目が類感魔術、あの種類の類に感情の感で魔術、はい、でこれはですねこれ相手に似せた人形を作ってその人形になんか攻撃をすると、う
まあそういう、まあ、簡単に言えばですよ、はい、牛の角回りとかもまあその部類に入る。あ、牛の角回りちょっと待ってもらっていいですか。あ、はい、すでその人形に対して例えば攻撃すると相手もこう攻撃されるっていう感じなんですね、うん。でもう一つ感染魔術ってあるんですよね、はい。まあ、感染は普通の、 あの感染、うん、あの病気ので、はい、でもともとその人の一部だったもの、例えば髪の毛とか歯とか爪、うん、まあ、それを潰したりこれ土に埋めたりすることで相手に危害を加えるっていうのが感染魔術って言うんですけども、うん、でそれを一緒に行うもの、それを共感魔術って言うんですよね。でこの2つを合わせたもので、牛の角回りに関しては、うん、おそらく類感魔術は藁人形ですよね、うん、それを刺す場合もあると思うんですけど、あれって人の髪の毛ってとかって入れたりしますね。確かにね、しますよね。だからおそらくあれはですよね。なのであれは共感魔術だと思う。なるほど、ミックスっていう感じなんですね、はい、ミックスだと思います。だから僕もタモさんと同じように牛の角回りは類感魔術だと思ってたんですけども、うんうん、ちょっと考えたら共感魔術じゃないかなと思いましたね。まあそれが黒魔術のまあ簡単な、まあ、知識、まあ、基礎の知識なんですけども、そこであの謎のまず解決しなければいけないのはいくつあるのかな。まず謎の箱、うんはい、そして謎の虫かなんかのこの足、うんはい、あとあの文字ですか、あ、うん、箱の裏に書かれていた、うんうんはい、ちょっとこちらを考察していきましょうか。あ、ぜひお願いします。お願いします。でまずですね、この黒魔術の中に悪魔を呼び出す儀式、直接ね悪魔を呼び出す儀式っていうのがあります。はい、でこれ誰を呼び出すかというと、アスタロトという悪魔を呼び出す儀式があります。アスタロト、うん、アスタロト、こいつはどういう悪魔かというと、うん、まあ、いわゆる相手に不幸をもたらす、相手を攻撃する悪魔なんですよ、うんうん、でなんで攻撃するかといったら自分にとって邪魔だから。例えばビジネスにおいても、あとは恋愛においてもそうですし、うん、邪魔だと思ったやつにかける黒魔術で、そこで出現するのがアスタロトという悪魔なんですね、うん、じゃあアスタロトを呼ぶためにどういう儀式をするかというと、こう小さな紙切れにこうデーモン D-E-M-O-N という文字をできるだけたくさん書き込むんですよ、うん、書き込んで、その書き込んだものをリンゴの中に入れるんですよ。リンゴで、リンゴの中に入れて、うん、木箱の中に入れる、そして、うん、十字架のネックレスでぐるぐる巻きにする、そして呪文を唱えることによってアスタロト我の元に来て、あの相手を消したまえというようなあの呪文を唱えるんですよね、うん、そうするとアスタロトと契約を交わして、この呪った相手が苦しむ、もう最悪の場合死に至ってしまうという恐ろしい黒魔術なんですね。うーん、なんかちょっと似てますね。しかし これではちょっと解決できないですよね。うん、中に入ってたのはリンゴじゃないですもんね。うーん、だからアスタロットはこれはないなと、はい、いうことで、消えましたここは、うん、そして次に出てくるのがリラの呪術法、うん、リラの黒魔術っていうんですけども、はい、これがこのやり方としては、これはですねアンドラスという悪魔を呼び出す黒魔術になります、はい、でこれはまずやり方としては、まあ葉っぱ何でもいいんですけども、枯葉でも普通のあのグリーンの葉っぱでもいいんですけども、それをできるだけ多く集めて人型にするんですよ、うん、人型にして、自分が呪う相手の顔をその葉っぱに書き込むんですよ、うん、まあ、さらにそれをこの紙で包んで、この縦書きに相手の名前を書き込んで、まあ、英語でも縦書き、英語の名前でも縦書きにして釘を打ち込むんですよね、うん、
でそれをぐるぐる巻きにチェーンじゃないネックレスか十字架のぐるぐる巻きにしてアンドラスを呼び出す、まあ呪文を唱えると、うん、という葉っぱをぐるぐる巻きにするってことですか。そうです。はあ、へー、あの葉っぱをぐるぐる巻きにしちゃうと、うん、あのそのまま散っちゃうんで一応白い紙で包んで、あ、包んだ上に相手の名前を縦書きで書くと、はい、相手が英語の名前でも縦書きで書くと、うんうんうん、それでアンドラスを呼び出して黒魔術をかける、うん、という方法があるんですけど、これじゃだと全く説明つかないですね。うん、あの箱には入れてないですし、ね、箱にも入れてないですし、うん、その動物あの虫云々も、うん、解決できないので、うん、このアントラスの儀式ではないなということで、うん、こちらは消えました。うんうんうん、あとこれここが今僕が話したのがいわゆる悪魔学の部類です。悪魔学の黒魔術の範囲です、うん、はい、でこれから話すのは悪魔学から離れた黒魔術の範囲です、はい、そこを今からお話しますね、はい、でそれまず一つ目トランスフォームの黒魔術っていうのがありますね、うん、これはどういう黒魔術かっていうと犠牲になる人物を誰か探してきて、うん、悪魔と契約してその悪魔に捧げるという黒魔術なんですよね。でどういう方法を使うかというと薬草ってあるじゃないですか、うん、あれをその犠牲になる人物の頭からつま先まで全部塗りたぐって、うん、もう塗りたぐるんですよ、うん、そして悪魔と契約をする儀式をある呪文を唱えるとそして悪魔とのやり取りをするとその塗りたぐられた人物は体中がこう揺れ動いてブル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 ってどんどん羽と口変形していくらしいんですよ。そしてそれがフクロウに変わっていく、うん、もしくはウサギに変わっていくらしいんですよ。それをペットとして飼い続けることによりその黒魔術を維持するという魔術なんですよ。これがトランスフォームの黒魔術です、うん、ただこれじゃあ説明つかんすね。まあそうっすね、虫じゃない虫になってればそれをっていう、うんうんそうなんですよ、何回も何回もやってみたいな、はい、なのでこれもなしということで、うんさあもう一ついきましょうか、はい、これがですね、まあ、呪殺の牢人形の黒魔術というもので、まあ、これはですね、まあ、ヨーロッパでもすごく昔からもしかしたら今もやってるかもしれませんが、まあ、これはあれに近いのかな、日本でいう牛の国参りに、まあ、相手黒魔術をかけたい相手を牢人形で作る、うんうん、作り、まあ、作るのはいいんですけども、うん、ちょっと違う点があってこの黒魔術は、この、うん、正直この黒魔術の名前は、まあ、呪殺の牢人形ってなってますけども正式な名称わかんないです、うん、正式な名称がちょっと今ふわふわとしてて、あの黒魔術的にも分かんないので牢人形を使うので一応牢人形の黒魔術とは言ってますけど、おそらく違う名前があると思います、うん、で牢人形の中に蜘または蜂またはハエ、それを入れるんです、うん、それであの牢人形の心臓にあたる部分を釘でぶっ刺す、うんうん、それを木箱に入れる、うん、そしてネックレスで巻く、うん、そうすると例えば自分の願いが叶うんです。例えばさっきも言ったようにビジネスで成功するなり、まあ、恋愛が成就するなり、まあ、恋愛とかそういう、まあ、ちっちゃなものって言ったらあれですけど、それよりも何かを成し遂げるときによく使われるそうです。うん、まあ、自分の繁栄のためにうんうん、うん、に使うのがこの牢人形の黒魔術
と言われておりますけども、これでもちょっと説明不足かなと思いますね。だからもし開けた時に老人形って正直出てきてないじゃないですか。もしかしたら老人形が溶けてこのハエなりクモなりハチなりの、うん、ちょっと剥製みたいなものが出てくるかもしれませんが、うん、この話だとめちゃくちゃでかいと、ということはこれも説明がつきません。ちょっと近かったですけど ね、ちょっと近かった。昆虫みたいなものを使うみたいな。あとちょっと思ったのが、まあ今までカイシャドウさんが出してくれた例、はい、の共通点は、まあ、ぐるぐる巻きにするっていう。確かに、ね、本当にあるんですね、そのネックレスでぐるぐる巻きにするっていう、っていうのがあるみたいですね。全然知らなかった。そう言われております。さあじゃあ行きましょうか。はい、じゃあ次続きまして私がプレゼンするのは陰符の黒魔術。陰符、これもね、あの願いは一緒なんです。どの特定の悪魔を呼び出すのではなく、あくまでも自分の思いをただ叶えるために、勝手な思いを叶えるために悪魔と契約するという、もう人間丸出しの黒魔術なんですけども、これどういう黒魔術かというと、この黒魔術をかけるために悪魔と、ある悪魔、どの悪魔か正直まだ分かっていません。まだまあ研究中なんですけども、ヒキガエルとか、ネズミとか、ハエとか、ゴキブリ、こういうものが与えられるらしいんですよ。与えられてそれを大切に飼うこと。ゴキブリでもですよ、ハエでもですよ、クモでも。そうするとその与えられたゴキブリなりハエなりクモなりネズミなりが巨大化していくそうなんですよ。そしてある一定の大きさになるとこの願いが叶うと。そしてその大きさになったものは剥製化してしまう。だから永遠にその形を保つと、大きさっていう。だから、クモとかハエとかが50センチの大きさとかになることもあると。まさに、まさに今回のお話。そして、木箱に入れると。そして木箱の裏にある文字を書くと。いう黒魔術なんですけども、なぜかここには、十字架のネックレスで巻くという行為がありません。なるほど、そうなんだ。そうなんです。なのでそうだけど、いろいろとこう僕も当たってみたんですけども、どの黒魔術、そして悪魔の呼び出す儀式、悪魔の名前ちょっと挙げたんですけども、2名ほどね、どれにも当てはまってないんですよ。だからだから正直難しい。難しい。でも最後のが一番近そうな。だから陰符の黒魔術かなと思ったんですけども、ただこれでも 100% あの木村さんが朗読された、あの場所のものを説明できるのには不足してるかなっていう感じですかね。 100% は説明できてないかな。まあまあ後からチェーンを巻いたというのも考えられるんですけども、どうでしょうかね。その巻く行為っていうのは何か意味があるんですかね。巻く行為っていうのはこれ契約をしたっていうことですね。要は悪魔との契約をしてもう二度と戻らないよということです。だからこれはもう解除はないよという意味で、だから二度とこの箱は開かないよという意味があるそうです。あ、そうなんだ。はい、なんかその途中までぐるぐる巻きにしないところまでが別の人がやってることで、
はい、その後はまた別の人が出てきて、ねね、ちょっと思ったおじいちゃんとかがその、うん、教会を買った時っていうか、土地を買った時に、はいはい、それがあってやばいと思ってぐるぐる巻きにしたのかな、はい、みたいな、あそれもありえますよね。ですのでこの黒魔術自体が個人でやる場合もありますし、複数でやる場合もあるので、ちょっとやっぱりその状況がね、分からないとちょっとどれも説明ができないというね、うん、話の中でもこれは分かんないですもんね、うん、どうだったのかっていうのは、ね、はい。いやでもすごいすごい近いのとか出てきてロマンがあるんですよ。ありがとうございます。なんかあの話のとあの朗読の時になんか、うん、はい、あのベルゼブブがみたいな、うん、はい、あのそういう単語が出てきたみたいな、はい、うん、言ってましたね、言ってましたよね、サタン・ルシファーとかね、はい、うんうんうん、はい、いやこれもちょっとここは悪魔研究家としてこう答えますね、はいはい、まず悪魔研究家、僕の立場ですよ、僕の立場、これは同じ悪魔研究家でも違う立場の人もいるんで、はいはい、ですよね。で僕の立場としてはベルゼブブというのは、うん、まあ、ちょっとね日本語の発音にすればベルゼバブの方が近いかもしれないですね。ベルゼバブ、というのはですね、この発音記号がベルゼバブだ、ベルゼバブかな、 BELZEBUB なのでベルゼバブの方が日本語的には近いかもしれないですね。でこれはあの悪魔の位には第3階級あるんですよ、うん、でその3階級のトップに君臨するいわゆる最高級の悪魔、いわゆるサタンのすぐ下なんですよね。でそのくらいには誰がいるかというと、聞いたことあると思うんですけど、レビアタンとかアスモデウスとかアスタロトとかって聞いたことあります？ないかな。さっき、まあ、さっきアスタロトが出ましたね、うんうん、アスタロト出ましたか、さっき、うん、モーストで聞いたことあるっすね。リバイアさんとして有名ですよね、レビアタン。あ、そう、うん、そういうゲーム系だと割と使われてるかもしれないですね。で最上級、まあ、悪魔の中でもレベルのサタンの次に位の高い悪魔、うん、しかもハエの王みたいな感じですよね、うん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 、しかしこのベルゼブブというのは別の解釈がありまして、うん、ベルゼブブ、もともとこのベルゼバブ、ベルゼバブっていうのは、うん、旧約聖書の列王記というところに記載があるんですけども、うん、もともとは神様だったんですね。バール神というね、偶像礼拝の神だったんですよ、うん、でその時に、まあ、ヘブライ語なんですけども、バールゼブブっていう名前で、まあ、日本語表記にするとバールズブの方が近いかもしれません。これがハエの王っていう意味なんですよね、うんうん、でそこで崇められてたんですよ、偶像礼拝としてね、うん、いわゆる異端の神、異教の神みたいな感じで、はい、でそれが、まあ、ギリシャ語になった時に、まあ、ベルゼブル、先ほど言ったようにスペルが BELZEBUL ベルゼブルになったんで、これがね、うん、王宮の主っていう意味なんですよ。王宮の主って、うん、でそれからちょっとユダヤ教まで飛ぶんですけども、うん、ユダヤ教のラビっていう人たちがいるんですよ、うん、まあキリスト教でいう神父とか牧師みたいな人ですね、うんうん、で その人たちがこのベルゼブルをベルゼバブと読み替えたんですね、うん、でベルゼバブと読み替えた、なぜ読み替えるかというと、ベルゼブルというのは BELZEBUL、 これが王宮の主で、ベルゼバブというのが BELZEBUB、 ちょっと後ろを変えることによりこれが帝王という意味を指すんですよね。じゃあ何を、じゃあどういう意味かというと、サタンと同一の人格という解釈なんですよ。いわゆるベルゼバブというのはイコールサタンであるという解釈をする人もいるということですね。僕の解釈は違いますよ、うんうんうん、あくまでもベルゼブブ、ベルゼバブっていうのは
サタンの部下であるっていう立場です、はい、ただ中には同じあの神学者とか牧師とか神父でもベルゼバブはサタンと同一人物だという人も結構います。うーん、そしてあの木村さんが読んでいただいたあのルシファー、うんうん、ルシファーもサタンと同一人物です。うん、まあ、これはね前お話ししたかと思うんですけども、そうですね、うん、ルシファーというのはもともとあの日本語の聖書では記載がないと、うん、まあ、旧約聖書のイザヤ書の14章12節で暁の子明けの明星っていうのを、まあ、ヘブル語だとヘレルっていうんですけど、それがラテン語に訳される時にルシファーという言葉に訳されたので、サタンとルシファーは同一人物だよっていうことなんですね、うんうん、でということはおそらくあの神父さんとあと外国の神父さんとの会話で、うん、ルシファーとかベルゼブブとかサタンとか出てきたということをおっしゃってましたよね、木村さんの朗読の確か、はいはいはい、ということはおそらくその人たちの解釈ではベルゼバブはサタンと同一というの解釈じゃないかなと僕は思うんですよ、うんうんうん、でそう考えるとそこの箱の文字の裏に書かれていた、うん、英語じゃないけど なんかわからないっていう文字、うんうんうん、それがですねちょっと僕のこれ勝手な僕の考察ですよ、はい、なんとなくこう分かってきたかなと思います、うんうんうん、でおそらくねそこに書かれているのは本来ならばヘブライ語で書かれていなきゃいけない文字なんですよね、うん、ただヘブライ語でもし書かれていたとするともう象形文字みたいな感じでなんか変なマークが書かれていたっていう表現をされると思うんですよ、うんはいはい、ところが英語ではないけどなんか文字っておっしゃってたじゃないですか、うん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 、ということはこのヘブライ語を英語表記に変換したものだと思うんですよね。じゃあそれは何かというとこれ僕があのヘブライ語から変換したものです。で NRWNQSR、うん、これがヘブライ語なんですよね、うん、これ何なのこれと一体 NRWNQSR って一体何ぞやっていう話なんですけども、うんうん、これだけじゃ意味が分かりません。これをですね、うん、これ変換しなきゃいけないんですよ。これどうやって変換するかというとカバラの数秘術、ゲマトリアという方法で変換します、うん、これは何かというと数字を文字に変換してこの隠された意味それか運命をこう読み解くっていう方法なんですよ、うん、でそれ今からこう読み解いていきますね、はい、カバラの数秘術のゲマトリアで、はい、でまずこの N、はい、N というのが50を表してます。数字の50、うん、で R というのが200を表します、うん、そして W というのが6、そして N というのが50、はい、そして Q というのが100で S というのが60で R というのが200、うん、これをまとめます、うん、50たす200たす6たす50たす100たす60たす200答えは666、いわゆる悪魔の数字666を意味している悪魔の文字なんです。これこれがおそらくその箱の裏に書かれていたんじゃないかなと僕は考察しております。なるほど。なぜそう思ったかというとサタンとルシファーとベルゼバブを同一に見るその解釈の場合その解釈をしている方の圏内で現れる悪魔っていう悪魔が、うん、この表記を割と残していってるんですよ。おお、なるほど。だから僕とかはサタンとベルゼバブっていうのは違うっていう解釈なのでおそらく僕が悪魔と契約するときはこの文字は残していかないと思うんですよね。だってもうカバラの数秘術の、ゲマトリアなんてこう分かんないですからね、うん、でまずこれに変換しないといけないと、うん、だからおそらく
その悪の三位一体を表す意味として、悪の三位一体、サタン、ルシファー、ベルゼブ、うん、あの父と子と精霊に対して悪の三位一体、これを刻むために文字をこの666をここに刻んでいったんじゃないかなと。考えすぎですかね。いやいや、まあ、ありそう。聞いててめちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しいというか、おーって思いましたね。うん、これは別に真実ではない、ただ僕の考察です。だから本当にそこの裏にこの NRWNQSR が書かれてたかどうかっていうのは僕は分かりませんが、この流れだとおそらくそうじゃないかなって思いました。そこに書いてある文字だけじゃなんかこう読めないですもんね。そうですね、その数秘術だから、そこで悪魔の数字、何かしらの、うん、文字ということなので、やっぱり分かる、まあ、読み解ける、うん、人がいて、あくまでこういう文字って成り立つと思うので、うん、こういう読み明かしができる人が誰かいたんでしょうね。なのでこう気づかれないうちに、気づかれないように悪魔の文字を刻んでいって、うん、そこで黒魔術を完成させたんじゃないかなと。このその外国から来た神父さん、外国人の神父さん3人はもう、はい、多分これ知ってて、うん、その N なのか、さっきのやつがアルファベットが書いてあったのを見て、はい、びっくりしたでしょうね。多分そうだと思います、ね、だからそれも踏まえて、おそらく僕はこれを考察しました、この案を。やばいやばい文字書いてあるぞこれっていう、うん、なんかそういう ね、うん、なってそうだな。なんかあの朗読を聞く限りは僕はそう思いましたね。いかがでしょうか、私の考察は。いや素晴らしい、素晴らしい。大丈夫っすか。いや大丈夫以上ですよ、ね。まずおからじではここまで絶対いかんっす。言う必要もない。いやすごい、やっぱ専門家に聞くべきだなって。おもろいですね。いや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 、とってもないですよ。もういや僕なんか最初、あ悪魔バレーの儀式やってたんだなって思ったぐらいですからね。ちょっとまだまだ勉強が足りないなって反省しました。いや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 、すごい。いやなんか結果的に願い叶えてもらった後に契約までしたみたいなことなんですか、感じなんですかね。そうですね。だからおそらく一番近いのは、今まで皆さんおっしゃっていたようにインプの黒魔術が一番一応近いんですけども、あとこれね、この黒魔術をやった人に、うん、特徴がありまして、うん、ほくろとかイボができるらしいんですよ。へー、それがなんか十字架の形をしてるらしいんですよね。へー、まあ、正確に言えば逆さ十字なんです。うん、だからもしかしたらそこの分かんないですよ、その土地の誰かにそのようなほくろもしくは異貌を持った人がいたのかもしれません。うん、はあ、いやすごい。ちょっと聞きたいんですけど、はい、その黒魔術とか、はい、ま、日本の、はい、まあ、呪術もそうですけど、オリジナルみたいなことをする、はいはい、黒魔術ってこういうやり方でこれを呼び出すみたいなのとか、今ガイシャドウさんが言ってくれたやつとかあるじゃないですか、はい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 、じゃなくて自分で編み出したオリジナルみたいなの方法で悪魔を呼び出したりとかすることもあるんですか、うん、基本はそのあると思います。あると思います。基礎知識というか、はいはい、契約法、悪魔に対する基礎知識はもう確かに必要ではあるんですけども、うんうんうん、それは全然可能だと思います。じゃあまずどの悪魔がどういう性質を持ってるのかっていう、まず基礎勉強っていうのはまあ必要なんですけども、はいはいはい、それはおそらく可能だと思います。じゃあオリジナルの可能性もミックスっていうか、まあいろんなところから、そうなんですよ。じゃあ先ほどこれ僕が、はい、黒魔術の説明するときにあえてこう基礎知識としてお話しした、うん、この
まず類感魔術、そして感染魔術、はい、そして共感魔術、はい、ミックスって言ったじゃないですか、はい、だからおそらく、まあ、ここにつながる、なんかのミックスの可能性が一番高いんじゃないかなと思います。なんか老人形のこともそうなんですけど、その、はい、虫の足を、うん、実はそういう作り物の可能性もあるなと思ったんですよね、なんか、はい、おそらくねそれもあると思います。老人形をこの人間の体ではなく虫の形にした可能性もあるんですけども、ただこのなぜ虫の形にするかっていう理由がねちょっとわからないんですよね。そうだからそのベルゼバフを呪うみたいなことをおじいさんがやってたとか、はいはい、ベルゼバブを呼び出す、うん、呼び出すというかを呪い殺すじゃないですけど、あ呪い殺す、あベルゼバブをですか、はい、悪魔を倒すってこと、悪魔を倒すみたいな、悪い悪魔、いや悪魔を倒す場合は悪魔を倒すのは悪魔じゃなくてあくまでも神の祈りなので、こんな儀式はしないですね、キリスト教にこんな儀式はないです。なるほど、キリストにこんな黒魔術的な儀式は一切ないですね。あくまでキリスト教は神と祈る、まあ、成功を祈るっていうのはないんですよ、要はキリスト教の一般の人たちとして。昔2002年とか3年にザ・シークレットっていうね引き寄せの法則っていうのが流行った時に、繁栄の神学っていうのが一時期流行ったんですよね。まあ、これ間違った解釈なんですけども、まあ、聖書を読めば成功する、はいはいはい、聖書に成功の鍵が握られている、もうこれ全然嘘ですよ、っていうのが流行ってひたすら聖書を読みまくってる人たちがいたんですけど、流行りましたよね一時期聖書、はい、聖書で、ただ聖書を読むと成功する、これは違うんですけども、ただ逆は合ってるんですよ、成功者はみんな聖書を読んでる、これは正しいんですよ。なぜかというと今日本で起業しても結局グローバル企業なので、海外の交渉を行わないといけない、その時に聖書知識がないと話にならないですよね、交渉が。ですのでやっぱみんな聖書を読んでる。で我々日本人が聖書の言葉って使うのって、豚に真珠と目から鱗ぐらいじゃないですか。お聖書の言葉なんですね、聖書の言葉です。へで豚に真珠はキリストの言葉です。へで目から鱗と思ってた、あいやこれ実は聖書の言葉で、日本人はおそらく誰でも使っている聖書の言葉ですね。ですのでこの繁栄を神に祈るっていうのはもう間違っているので、もしそこで本当にミサとか礼拝をしているのであれば、そういう自分が成功するための祈りは聞かれないです。でそういう人はおそらくキリスト教クリスチャンにはならないと。ですのでやっぱりそこではやっぱりね黒いものが行われていた可能性が非常に高いですね。と言っても僕の考察ですけどねこれ。いやーでもすごい、100% あの話を解明はできてないです。ちょっとヒントも少ないですもんね、より。はい、うん、しかも場所とかも分かんないじゃないですかこれ。そうですね、まああとちょっと前回の時に言ったことが分かんないですけど、はい、その投稿者さんもちょっと話を、はいはい、だから具体的になるとちょっとまずいので、ちょっとぼやかしてる部分がありますみたいなことも、はい、その投稿してくれた文に書いてあったんですよね、なのでその辺がやっぱちょっと引っかかって判明しにくいというか、っていうのもちょっとあるのかなとは思うんですけどね。はい、この、前にと、動画をアップした時に、はい、見てくれた視聴者の方が、はい、コメント欄で、はい、ちょっとこういう感じかもとかちょっと考察してくれたのが何個かあるんで、はいはい、それをちょっと、はい、会社さんと一緒に、あ、はい、どうなんだろうっていうコメントの考察みたいな、
ちょっとしてみようかなって思うんですけど、はい、いいですか？はい、あ、もちろんです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ベルゼブブは打点する前はバール神ですし、はいはい、サタンかっこルシファーは知る人ぞ知る元は天使ですから、はい、それらが封印されているとかは到底思えません。大悪魔を名乗って人を惑わす邪悪なものが関わっている感じはしますっていうコメントがあります。うん、まあおっしゃる通りですね。ベルゼブブとかよくご存知ですね。ね、そういえば知識がある方がいらっしゃるんですよね。はい、すごいですね。他の別のコメント。はい。いつも興味深く楽しみにしており配信ありがとうございます。5年以上視聴しておりますが、はい、今回初めてコメントします。自分は戦前から親子3代にわたるクリスチャンで、はい、祖父個人は、はい、おじはキリスト教会の牧師をしております。はい、結論から言いますとその蔵は教会ではなく呪術を行う個人的な祈祷所として作られたかと思います。なぜ十字架を置いたり教会風にしたかは当人しかわからないことだと思います。本来教会ではイエス・キリストを唯一の神として崇め礼拝ではその教会を神から預かっている牧師が司式をして司る式ですね、うん、司式をして集まった信者と共に賛美と祈りを捧げております。そして教会は礼拝以外において洗礼式、洗う足の式って何て言うんですかね、それは洗足式、あ、洗足式、聖職式、聖餐式、聖餐式ですね、式、冠婚葬祭などのさまざまな式典も執り行います。が今回のような呪術的な行為はそもそも聖書に書かれていませんので、はい、一切行いません。はい、ただし清めの式典として聖別祭はあります。うん、ちなみに教会という語源は我々が使っている聖書、うん、旧約聖書、新約聖書で、新約聖書は最初はギリシャ語で書かれており、エクレシア、うん、人々の集いをキリスト教において教会と訳されたようです。以上、うん、今回の1話目の感想を書かせていただきました。はい、という、はい、もう素晴らしいじゃないですか。もう、まあ、キリスチャンの通りです、はい、あ、クリスチャンの方ですからね、うんうん、はい、ただちょっと僕と意見が違うのは、はい、まあ、この方の言ってるあの、まあ、プロテスタントですよね、この方は。まあ、僕と同じ立場ではあるんですが、はい、ちょっとこの方と意見が違うのが呪術的、まあ、個人かどうかっていうのはまずは分からないと、これをやっていたのが、うんうんうん、で教会ではなく呪術を行う個人的な祈祷所として作られたかというと、うん、ちょっとそこはね僕とは意見が違うかな。うん、でこれはもう冒頭でも言ったようにもともとそこに教会があったものを、うん、そこの上に蔵を建てて、うん、まあ、その蔵を建てる前かもしれませんけども、もうあったところにこの黒魔術的な儀式を行ったのではないかなというのが僕の意見です、ね。まあ、順番がちょっと違うということですね。はい、そうですね。だからあえて黒魔術をやるのにこんな立派な建物を建てる必要は全くないです。はい、なんだったらあの大草原、大草原って言ったらおかしいな、森の中とかね、全然知らない、例えば富士の樹海とかでもいいんで、うーん、え、なんかキャンプみたいなテントの中でもいいみたいな感じで、まあ、でも人に見られちゃダメです。あー、そっかそっかそっか、別にそれは縛りはないんで、わざわざこんな建物を建てる必要は全くないんで、だからおそらくここには教会があったと、あったのも事実だと。ステンドグラスと十字架があって、しかもそれ神父があの買い取るって言ったんですよね。そう、なんか、うん、いや言ってましたね、ステンドグラスとか、うん、そう、普通、まずプロテスタントの牧師だったらそんな得体の知れないものを買い取るってことはありえません。だって売れるかどうかも分かんないし、そういうものっていうのを、物より信仰なんで、うん、ただ
カトリックだとカトリックの神父が持ち帰ったっていうのもちょっと僕もねどうだろうなと思うんですけどね。カトリックってそんなビジネスとかはできないですし、そこはちょっとわからないですけども、持ち帰った理由っていうのがもしかしたら何かしらそこに隠された秘密があったのかもしれませんし、でもなんか今見られちゃいけないっていうのを聞いて、なんかちょっと蔵の中に教会みたいな二重で厳重に見られないようにしてるかもちょっと見え出てきたなと思って。なるほど、さあその可能性もありますね。あえて外を蔵にすることによりこの今日黒魔術的なものをやってるのを隠したと、隠すみたいなのもちょっと思っちゃいましたね。会長さんちょっと聞きたいんですけど、はい、ブラジルのキリスト教会ってあるじゃないですか、はい、あの車とか売ってるじゃないですか普通に、うん、なんか俺ん家の近くは電気屋さんだった跡地が、はい、ブラジルのキリスト教の教会になって、はい、そこの駐車場で、トモさんの家でですか。あ、家の近くの話、近くの話なんですけど、はいはい、そこの駐車場に何円って書いてある車いっぱい置いてあって、なんか すごいなんか俺の中でブラジルのキリスト教の教会ってやりたい放題っていうか、なんか もっと厳正なそのなんていうんですか教会じゃなくて、すごいなんかそういう跡地、コンビニ跡地とかでめちゃくちゃなんか明るい感じっつったらいいけど、なんかそれなんでブラジルって分かったんですか。ブラジル、あの何でしたっけ、何語でしたっけ、ブラジル語じゃなくて、あ、ポル、ブラジルはブラジル語ですか。あ、ポルトガル語ポルトガル、うん、だったと思います。ちょっと覚えなんですけども、あとブラジルの多分国旗みたいなのが書いてあったはず、絵に、結構ブラジル人多くて豊橋多いですね、はい、結構教会とか、まあ、ブラジルスーパーとかも結構あるんですよ。でブラジルって結構キリスト教多いじゃないですか。はいはいはい、だからなんかそういうなんかその国によってのキリスト教でもまあその自由度が違うのかなって勝手に思ってたんですけど、それは若干というかやっぱありますね。国によってスタイルはアメリカとかも全然、日本の教会とアメリカの教会ではもう全然違いますし、だ教会でこう車を売っていたと、それは教会まあ外っていうか教会の駐車場なんで、もしかしたらそのなんていう厳密に言えばその駐車場だけ違うブラジル人の人が商売してたとか、そういうのあるかもしれないですね。あんまり聞いたことないですね。ただ、あの例えば立派な教会堂があるとして、そこをコンサート会場としてレンタルしますよというのはありますよ。例えば1時間いくらでっていう感じ。クラシックの人とかが、ね、やってたりもしますしね。クラシックの人とかがよく利用してるんですけども。はいはいはい。ちょっと立派な教会の建物でのパイプオルガンがあるようなところをあのコンサートのためにあの1時間、まあ、2時間いくらでレンタルして借りるっていうのは全然ありますけど、車を売ってるはあんまり聞いたことないですね。売ってたっすね、あんまり聞いたことないな。わかりました、ありがとうございます。はい、すいません。じゃあコメント引き続きちょっと読んでいきますね。はい、お三人様お疲れ様です。アップありがとうございます。最初の話、教会跡やステンドグラスは歴史的遺物として貴重だったものなので皆が興味を示したのでしょう。型や箱、ネックレスでのぐるぐる巻きやまがまがしいと感じているなど、こちらは相当にひどい代物ですね。中身は虫の足、箱に記載された名は魔王ベルゼバブ。カイシャドさんの表現をお借りするなら、かつてハエの王ベルゼバブの侵攻があり、侵攻はあの侵略とかの侵攻ですね。その証として名が箱に記載されていた。しかし当時の神父などの抵抗で退けられ、もげた腕が呪物として箱に封印されたのかと。ゲームの設定や中二病的感想ですが、
お聞きして素直な感想です。はい、というありがとうございます。ちょっと言ってよろしいですか。はい、はい、僕あのベルゼブブの話なんかしたしましたかね。これね、俺の表現を借りる、あれ。前回ベルゼバブの話だったか、の話をなんかした気がするんだよな。あ、そうか、びっくりしました。うん、いろんな考察をされてる方がいて、うんうん、いや実に素敵な回ですね、コメント欄は。面白いですよね、うん、ただこれに対しては僕もあの 100% の答えっていうのを 僕自身が持ってないんで、うん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 、正直答えが分からないっていうのが答えなんですよ。だからもう皆さんのこのさまざまな意見、それぞれの意見を持ちいただくのは、うん、今後のね、私のこの、うん、学びの発展になっていきますので。ああ、もう一個だけ、もう一個だけいいですか。はいはい、はい、あの私自身は寺の子なのでキリスト教は門外漢ながら、はい、ベルゼバブ人形をパーツごとに複数世帯で分散して隠し持って悪い人たちから隠していて、教会自体はあくまで封印の一部で信仰そのものの対象じゃないのかも。だから悪い人たちから隠さなきゃという意味で教会そのものを隠したのかもなと、はい、信仰してないけど封印のために神聖な存在として教会が必要だった的な、はい、というコメントですね。というコメントに対して、私がお答えできるのは一言です。はい、分かりません。いや、いろんなあの考察が出て本当なんかこう、はい、面白いなーっていうね。面白いですね。でもただ一つ言えるのは、はい、今日カイシャドウさんに聞くまで、はい、俺はそのネックレスぐるぐる巻きは封印だと思ってたんですけど、はい、そうじゃなかったっていう、契約です。契約、うん、ね、だから多分封印だって思ってる人は多いっていう、あ、そうだね、コメントですよね、うんうんうん、結構そうやって言うと確かにそうだ、それは契約です、ね、もう二度と開かないよという、ね、俺と一緒、もう生涯契約したよという、ね、共にするよっていう意味っていうのがなんか勉強になったというか、はい、うね、もうそこの解釈から違ったわ、違ったね、うん、違う違う、ね、日本で言うとなんかそのお札を貼って封印するみたいなそういうイメージあるじゃないですか。あるある。だからもうそれの概念から違うみたいなのが、うん、だからみんなも封印すると思ってたでしょみたいな、確かに確かに。コメント見ると違いますね、契約、ね、なんですよね。うん、だからね、この分野難しくて ね、いつも僕は難しいですね。かなり苦戦してんすよ僕も。いやでも会社のさんでも分からなかったらまあちょっと分かんないですよね。なんか分かりません。この話を投稿してくれた方もなんかコメントくれたりしてて、はい、聞いてくれて言ってるんで、今も、はい、そのぼやかしてないバージョン、うん、はい、なんかそれをこそっと送ってもらって、あ、ね、会社さん、はいはい、こそっとカイシャルさんに見てもらって、ちょっと共有させてね、うん、この配信の裏で、裏で、そうそうそうですね、本人と僕たちだけで共有できたら嬉しいなと、よりこうね、はいはい、なんか分かることがあるのかもしれないなっていう、ね、こういうのってメンバーシップとかにも出せないんですか。あ、それは出せ、あ、それは投稿者さんの、ね、うん、意思というものがあるんで、そうですね、基本多分 OK しない限りは出したことないですもんね、こっち、まあもちろんもちろんそれはもちろんそうですよね、うん、どうしましょう、カイシャルさんをお呼びするにあたって、はい、このさっきの話の解説、うん、で、はい、1は悪魔怪談を、うん、してもらおうっていう、はい、話を事前にしてたんですけど、はい、今の段階でもう、はい、1時間超えの、はい、大ボリューム対策になってる。はい、はい、また明日ですね。全後編でいきましょう。これは全後編でいきましょうか、じゃあ。全後編。ちょっと予定外なんですけども、うん、急遽変更で。いいですか。全後編ということで。いいんですか。一旦ちょっとじゃあ休憩を挟んで、
僕らはね、この収録は、はい、今日はここまでという、今日はここまでという、そうですね、分かりました、はい、じゃあ木村さんに締めていただいていいですか、はい、すいません、じゃあ次もちょっとね、出演の約束をしてもらって、うん、本当にありがとうございます、はい、こんなに時間経ってたんですか。そうなんですいやでもね、すごくびっくりしました、ね、大ボリュームでめちゃくちゃ面白い、うん、面白いですよね、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、もう ですので、これはね、あくまでも僕の考察、むしろもう妄想として聞いていただいた方がいいかもしれない、ね、いやー面白かったです、ありがとうございます。一旦、いや今日はこの辺で、はい、この話、はい、もし自分だったら、ありがとうございました、ありがとうございました。次回も楽しみですわね。では、また後ほど。